はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、指原莉乃さんがですね、まあ同じく AKB グループで活躍してた、まあ活躍ってことでもないかな、してた、まあ今はですね、バラエティで大活躍している西野未姫さんって方いるじゃないですか。で、その方に対してですね、なんとタクシーの中で20分にもわたって大説教をしたらしいんですね。で、今回はですね、その大説教の内容と、それが実に的確だっていうことについて話していきたいと思います。そもそもなんですけど、まあ指原さんといえばですね、もう言ってみたらもうバラエティの帝王ですよね。まあアイドル出身であそこまでバラエティでのし上がった人ってまあいないですよ。だって MC とかやっちゃうくらいですからね、ものすごいことですよ。まあ言ってみたら僕もバラエティ番組大好きでね、よく見てるんですけど、指原莉乃さんのこのバラエティ能力の高さっていうのは半端ないわけなんですよね。でですね、そんな、指原さんが西野未姫さんにアドバイスというか、まあ、説教をしたらしいんですよ。で、西野未姫さんといえば最近ですね、バラエティですごく売れ出してる方ですよね。なんかこうね、もう手とかをこう大げさにしながら、私はみたいな、なんとかでみたいな喋り方するみたいなね。まあ事務所の先輩の鈴木奈々さんのパクリだとかね、そんなことも言われてますよね。なんか同じような戦法を使って同じキャラ乗っけてきてみたいなね、話も なってる方ですよね。で、その方に対してですね、どうやら説教してらしいんですね。で、そもそもなんですけど、この指原さん、まあこのあたりもちゃんとしてるなと思ったのが、この方ですね、基本的にそのバラエティー私出てきたいんですよっていうアイドルの方がやっぱね、相談とかしてくるらしいんですよね。どうしたら指原さんみたいにバラエティで活躍できますかみたいな。で、それに対して指原さんはですね、基本的にアドバイスをしないらしいんですよね。というのはなんでかっていうと、人それぞれ戦い方とかキャラだったりとか持ってるものが違うから、自分のこういう、まあ指原さんは指原さんでこういう方法でのし上がったっていう、まあある程度のねやり方はあると思うんですけど、それがじゃあ相手に合うとも限らないからってこともあるから、まあその安易にね、そのアドバイスをしたりとかしないっていうことらしいんですよ。まあ、この辺もですね、やっぱちゃんと売れる人は違うなと思いますよね。ここで変にね、なんていうのか、上から目線でね、なんかこうね、わー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 ね、説教するような人じゃなくて、もう人それぞれ違うからねっていうことで、もうそもそもしないっていう、まあ、このあたりもしっかりしますよね、本当に。で、そんなですよ、普段一切アドバイスをしない指原さんにもかかわらず、ね、さすがにこの西野未姫さんにはもうがっつりね、言ってしまったらしいんですよ。で、それは何かというとですね、まあ、要は、初めてその説教した内容っていうのはですね、まあ、あんなね、無理やり作ったキャラじゃ、見てる方も苦しいし、自分も苦しくなるだけだよってことを言ってるわけなんですね。これってまさにズバッと言ってますよね。まあ、ズバッと行き過ぎてか、切りすぎな感じもしますけどね。もう言ってみたらこう西野未姫さんという一人のキャラクターを全否定してますから、でもやっぱりそれってこれ多分ね、聞いた方だったら絶対、まあ、西野未姫さんをね見た方だったら絶対にピンとくる部分あると思うんですよ。だってあの人ってそもそもあんな人じゃなかったじゃないですか。で、あの人ってあんな人じゃなかった人が無理やりね、こんな風に事務所の先輩の鈴木奈々のキャラクターを憑依させて、さらにそれを大げさにしてみたいな、自分にないみたいな、こんなね。で、あれに関して、私は自然なんですと。これが自分のね、いつもの形なんですって言ってますけど、まあ、あからさまに嘘じゃないですか。で、やっぱりですね、ああいう風な売れ方ってすごくですね、ね、心を苦しむ。要は、心を病みがちなんですよね。というのはなんでかというと、数あるエンタメ、要は歌だったりとか演技だったりとかね、まあ、俳優、女優だったりとかね、小説家とか、いろんなエンタメがある中、バラエティ番組っていうのは一番ですね、数あるエンタメの中で、自分の素の部分で勝負した方が売れやすい場所なんですよね。要は、バラエティっていうのは言ってみたら、身の切り合いなんですよ。身の切り合い。他のですよ、まあ、女優だったりとかね、俳優だったりとか、ミュージシャンなんて本当はどんな人間かなんてよく分かんないじゃないですか、正直本当のところは。でもバラエティっていうのはいかに自分の心をバーってさらけ出してそこで戦っていくかで、やっぱり自分の心をさらけ出して戦ってる人がね強かったりするわけなんですよ。まあそれはそうですよね。だってそこに無理がないわけですから。勝手に何かキャラを演じてやるより本当に自分がね、そういう、いや例えばですけど、すごい怒りっぽいと、自分がすごい細かくて怒りっぽいと人間性だとしたら、それを押していった方がいいわけじゃないですか。で、例えばブラマヨの吉田なんてまさにそうですよね。あの人ってへりくつばっかり言ってね、なんかその卑屈でね、なんかそのなんていうのかな、物事をこう難しくね、小難しく考えて変にネガティブだったりとかするじゃないですか。でもその人間性のままのブラマヨ吉田は戦ってるわけですよね。だからあれは戦ってて消耗しないわけですよ。バラエティ番組において消耗しないわけなんですね。にもかかわらず、そういう性格の人が全然反対の性格をね演じてバラエティでやってると、どうしても消耗してくんですよね。だってずっと演技してるわけですから、それは。だからこそこの西野未姫さんもそういう風にね、本当はそんな人じゃないのに売れるためにあえて無理やりやってるとね、見ててもやっぱ痛々しいし、まあそれが100歩譲って完全にやりきっててバレてないんだったらいいんですけど、もう正直バレてるじゃないですか。なんだったらバラエティ番組上でも本当はそんなんじゃないんでしょとか、そういういじられ方すらしだしてますよね。
まあ当然それは僕も含め視聴者も分かってることだし、まあ指原さんもそれを見て思ったんでしょうね。うん、だから無理しない方がいいよ、そんなんじゃ苦しくなるだけだよって感じで20分にわたって説教したというね。でまたこの説教につながった理由っていうのが、西野未姫さんが頑固で認めないらしいんですよね。うん、まあそうなんです、実はね、まあちょっと今悩んでるんですみたいな、そういう風な対応じゃなくて、いや私は本当に辛くないんです、私は本当にこういう人間なんですみたいな感じで押し通そうとしたんで、まあそこに対していやいやでもねみたいな感じでこう説教臭くなってしまったってことらしいんですね。うん、まあ何にせよですね、こういう風に一般人だったりとか一緒にバラエティで共演してる芸人とかね、まあタレントだったりとか、まあ何よりこう指原さんみたいにね、もうバラエティ界のこうアイドル出身のバラエティ界の現女王みたいな人でさえ西野未姫さんが無理してるってことは丸分かりということがね、いうことから考えて、やっぱりねこの西野未姫さんのねあのキャラ作りっていうんですかのは間違いないと思うんで、まあ今後どうなるか分かんないですけどね。うん、まあ何にせよですね、愛情だとは思うんですけどね、うん、普段誰にも説教しないアドバイスしない指原さんが思わず言いたくなるほどなんかちょっと状況的に厳しく見えたんじゃないのかなっていうふうに僕は思います。はい、まあそんなわけですね、この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございます。